世界のジャパンチャンネルへようこそ。日本では障害を持つ方がより快適に過ごせるようにバリアフリー化が広く進められています。今回は日本社会の福祉事情にスポットを当てた動画とそれを見た海外の人々の反応についてご紹介いたします。海外の人々の間で日本の点字ブロックを紹介した動画が話題になっています。歩道や駅などに設置されている点字ブロック、視覚障害者誘導用ブロックは1960年代に日本で生まれたものだということを皆さんはご存知でしたか？旅館業を営んでいた岡山県出身の三宅誠一さんが視覚障害者の方が交差点で事故に遭いそうになっている光景を目にし、このままではいけないという思いから考案、発明されたものだそうです。動画では点字ブロックや看板の点字による案内が駅構内の様々な場所に設置されている様子を紹介しています。現在点字ブロックは日本の実をもとに国際規格も定められ、日本盲人会連合のホームページによると150カ国以上の国に広まっているそうですが、日本以外ではまだまだ一般的ではないこともあり、日本社会の福祉意識の高さに驚く声が多く寄せられていました。動画を見た世界中の人々からは様々な意見が寄せられましたので、ここでその一部をご紹介いたします。いつも通り日本は感銘をもらえる国ですな。日本の動画を見るたびにもっと日本に行きたくて仕方がなくなる。日本には驚かされてばかりだ。細かい部分にも本当に気を配る民族だよね。良いところばかり紹介してもらってる気がするけど、ここはちょっとって部分は日本にはないの？とても興味深い動画だったよ。こういったことの他にもいろいろ理由があるけど、日本が大国なのも納得って感じだよ。正直、ハッとさせられる光景だった。ペルーではこういった気遣いは見られないから、ただただ啓発されるばかりだった。今まで何回驚かされただろうってくらい、毎回日本に感銘を受けている自分がいる。最初はアニメに興味を持って日本を好きになったんだけど、今まで知らなかった日本の情報を知るたびに、もっとあの国の文化とかいろんなことを知りたくなってくる。素晴らしくオーガナイズされた国だよな、日本は。政府もちゃんと国民のことを考えているんだ。俺の国もいつか日本みたいになってほしいもんだ。また日本に魅了されてしまった。投稿者さんも目の付けどころがいいね。日本に関する質問をすると多くの人が日本の社会は外国人に親切だって聞く。でも差別的だよっていう人もいるんだよね。実際のところどうなのか気になる。思いやりのある国、間違いなく日本の美点だと思う。スペインじゃ他人に対する配慮なんて皆無だからな。日本人の思いやりの心は尊敬に値するよ。やっぱり日本だって感じ。ああいうのは理想ではあるんだけどね。こっちじゃまともな歩道すら整備されてないから。他の人も言ってるけど、国民の生活がしっかり考えられている国だよな。この前新宿駅の映像を見てたんだけど、やっぱりあらゆる場所で気遣いが見られたんだよ。視覚を失ってしまう可能性は誰にでもある。ちゃんと整備されていれば理解にもつながると思う。日本に心からの称賛を送りたい。チリだと福祉に対する意識が高いのはテレビ局くらいかな。国連に指摘されてようやくだったけど。本当に興味深かった。ちゃんと国民のことが考えられてるんだな。俺の国だとこういうのは限られているから感動した。私が一番日本を尊敬しているのはこういうところ。常に気遣いの心を持ってマイノリティや年配者にも敬意を払う。日本人は世界の模範だと思う。前提として日本はあらゆる準備がされている国だった。例えばエレベーターが設置されていない古い駅に行った時は、鉄道会社の人がキャタピラみたいな機械と一緒に来てくれて、車椅子とか他の荷物も全部その機械に乗せて下まで運んでくれた。
あと横断歩道では青になると音で知らせてくれたりね。体の不自由な人のことも考えてくれてるんだって思うとすごく誇らしい気持ちになったんだよね。他者のことを考えるという大切さがわかるわね。全ての人が共有すべき価値観だと思う。なんで路上や駅にああいう黄色いタイルがあるのか今ようやくわかった。アルゼンチンの新しい駅でも増え始めているんだよ。特に首都だとだんだん導入されてきている。日本だと公共のあらゆる場所に設置されているのか、ちょっといろいろと考えさせられたわ。動画を見るまで他の目的で設置されているのかと思ってた。素敵な動画をどうもありがとう。日本の政治にも興味が出てきた。日本って全てが落ち着いてるじゃない？それは政治家がきっちり仕事をしているからじゃないかと思って。とても興味深くて見た価値がありました。だけど、あの黄色いレーンがあるのを足で認識するの？それとも杖なのかな？いまいち仕組みがわからない。日本に行きたくなってきた。自分は電動車椅子を日常生活で使っているから、日本なら安心して旅行することができそう。誘導用ブロックの存在は前から知ってたけど、こっちじゃまだ新しいものなんだ。日本での生活はとても素敵なもののようだね。素晴らしい映像だったよ。この驚異的な国の文化、伝統、生活様式、いろんなことが分かっていいね。日本みたいな国なら公共交通機関での移動も苦労が少なくなりそう。素晴らしい国だね、日本は。僕の国も徐々に優しい社会になっていってるけど、メキシコ人は障害者用の駐車場でも構わず車を止めるからな。道路でも歩行者を優先するってことを全くしないし。以上が海外の人々の反応です。日本人の私たちにとって点字ブロックや点字による案内は当たり前の光景ですが、海外の人々からすると想像以上にすごいことだったようですね。点字ブロックは足裏の感覚や白杖で認識できるよう表面がデコボコとしていますが、その突起は2種類あります。四角形の中に4本の直線が並んだ形状の誘導ブロック、線状ブロックは進行方向を示すブロックです。視覚障害を持つ方が突起の方向に従って進めるようにデザインされています。一方で警告ブロック、天井ブロックは四角形の中に無数の丸い突起がついており、危険箇所や誘導対象施設などの位置を示すブロックです。階段前や横断歩道前、誘導ブロックが交差する分岐点、案内板の前、障害物の前、駅のホームの端などに設置されています。日本が発明した点字ブロックは徐々に各国にも普及されるようになりましたが、日本ほどの数はなく、駅や交差点など主要な箇所のみの場合も多いため、実用的かというと決してそうとは言えないでしょう。また国によって独自のルールで製造、設置されており、国際的な統一性がないという問題点もあります。例えば日本のような目立つ黄色の点字ブロックはないわけではないものの、アスファルトや石畳など道路に馴染みやすい色なども多いようです。こうした色を選ぶ理由の一つとして、街並みを重視する規定や歴史的な遺産の景観への配慮などが大きいのですが、弱視の人にとって識別が難しいというデメリットも。こうした状況において、筑波大学医学医療系生活支援学研究室では、135カ国地域を調査し、75カ国地域での設置を確認。各国の設置の誤りなどを調査し、イスラエルやトルコなどをはじめ、アドバイスを求められた各国への指導や資料提供、現地視察などを行い、点字ブロックの正しい設置の普及に日々努めています。点字ブロックだけでなく、実は日本は世界有数のバリアフリー推進国と言われています。しかし、その充実したバリアフリーの影響もあってか、相対的に心のバリアフリーは低いと言われています。以下はイギリス人の方の話です。ヨーロッパはバリアフリーの整備がされていない場所がとても多いから、
逆に周りの人がサポートしないと彼らは本当に困ってしまうんだよ。だから駅や街中で助けが必要そうな時は手助けするのが当たり前になっているね。日本人は障害者に声をかけづらいという話をよく聞くけど、こっちだとサポートすることに躊躇なんかしていられないんだ。私たち一人一人がすぐにできることは、心のバリアフリーを行動に移すことです。普段からもっと何かサポートできることはないかと少し意識するだけで、課題がいくつも見えてくるでしょう。インフラだけでなく心のバリアフリーも世界一になれたら、心から日本が誇らしく思えるはずです。いかがでしたでしょうか。日本の点字ブロックが世界に広まりつつある一方、都市部にしか設置されていなかったり、デザインが統一されていなかったりと問題点がまだ多いのも事実です。視覚障害を持つ方がより過ごしやすい世界になるように、日本は点字ブロック発祥の国としてもっと世界をリードしていく必要があるのかもしれませんね。皆さんは海外に行った際に点字ブロックを見かけたことはありますか？またそれはどこの国でしたか？よろしければぜひコメント欄で教えてください。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。